はい、どうも、こんにちは、アーニャです。本日のテーマは、結果だけに焦点を当ててはいけない理由。ピアノでもそうですけど、勉強とかも仕事もそうだと思います。何かしら結果に焦点を当ててしまいがちだと思いませんか？というのも、人から何かを評価されるのって大体結果なんですよ。家庭って人って見てくれないんですよね。まあ、もちろん小さな子供とかだったら、幼稚園生とかね、運動会で頑張って、でもビリになっちゃった、でもよく頑張ったね、偉いねみたいな感じでね、言われることってあると思うんだけど、でも大人になるにつれてそれっていうのは通用しなくなります。人は結果にしか興味がないみたいな、極論まあそんな感じになってくるんですけれども、まあでもそれは他人から見てのことで、自分が自分を見るときに結果だけに焦点を当てたら、それはちょっとまずいよなってね、個人的に感じているので、今日はそれについて話していこうと思います。これはね、ピアノの上達にも結構関わることかなって思うんで、ぜひ最後までご覧になってみてください。このチャンネルでは、ピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に2回配信しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。結果だけに焦点を当ててはダメな理由っていうのが、私が考えるにはね、再現性がないからなんですよ。どういうことって言ったら、なんか結果が出ました、よかったって言って、その良かったって思ったことだけに注目してしまう。そうするとさ、なんでその良かったことが起こったのかっていうの分かんないじゃないですか。その良かったことをまたこれから先何度も何度も出すってなると、やっぱり再現できた方が良いものっていうのを出せる確率っていうのは上がるわけですよね。そういう意味で結果だけに焦点当ててはちょっとまずいですよって感じです。まあこれ悪いことも同じです。なんかの結果が悪かったですっていう時に、なんでダメだったんだろうっていうことをね、考えないと、その悪かったっていうことの再現性がわからないと、その悪かったことを予防できないから、また何度も繰り返してしまう可能性っていうのがあるんですよ。偶然そうなっちゃったみたいなことはあってもいいんですよね。あってもいいけど、でもそこに偶然そうなっちゃったっていうことに一喜一憂していったっていうんじゃ、今後につながらなくなるので、ですので結果だけに焦点当てるっていうのはちょっとまずいなって思います。本当に人っていうのは過程を見てくれない、結果しか見てくれないって言っても過言ではないと思うんですよ、私は。なので、自分の結果ばっかりに意識が向きやすいっていうのは分かるんだけど、でも過程がどうだったかっていうのはね、考えていきましょう。それで自分が、あ、こういう過程があったからこの結果につながったんだって思ったら、その過程を自分自身で褒めてあげればいいじゃないですか。悪いことでもそうですよね。あ、今回こういう過程で悪かったんだなって思ったら、じゃあ次はこういうところに気をつけようってね、予防する。あ、ここさえなければうまくいく可能性があるから、ちょっと気をつけてみようみたいなね、感じで思うとかすると、その過程が活かせるので、次の結果にもつながりやすくなるので、いいんじゃないかなって思います。7月28日デュオコンサート開催、詳細は概要欄からチェック。結果的に焦点を当てない方法っていうのが、私がやっていることっていうのがあるので、それをね、ちょっとお伝えして終わりにしようかなって思います。それっていうのが、良かったことは何かっていうのを挙げて、なんで良かったかっていうのを書き出すっていう方法です。なんで良かったかっていうのは、どうしてその結果が出たかみたいな感じですね。なんか人って、これは良かったっていうことはあげるんだけど、でもどうしてそうなったのかみたいなことを深掘りっていうのをする人っていうのがそこまでいないと思うんですよ。ですので、そこをちょっと深掘っていく。この行動が良かったのかなとか、この時にホールを借りて練習したから本番でも動じなかったのかなみたいな理由を書いていく。そうしたら成功した過程みたいなのがわかるじゃないですか。なので次につなぎやすくなるんですね。で、その逆、悪かったことっていうのはどうすればいいかって言ったら、なんで悪かったかっていうことを書くのでもいいけど、でも私がやっているのは、もしやり直すなら何をどうしたいかっていうふうに考えるんですね。捉え方の違いっていうか、考え方の違いみたいなものなんですけれども、もしやり直すならって考えた方が、なんとなく気持ち的に前向きになれるから、私はそういうふうに考えてます。例えば、もし今日やり直すならどうするかって言ったら、まあ、私の場合だったら、朝起きてアラームを止めて二度寝しないですぐ起きるみたいなね、感じで書くかな。一個あげるとしたらそんな感じかな。これも本番とかにも使えますよね。もしこの本番やり直すならどうするってなったら、もっと前から計画的に練習すればよかったみたいな。じゃあその計画ってどうやって立てればいいんだろうみたいな感じでね、深掘っていく。3ヶ月前からもっと
ちっちゃいゴールを決めて進めていけばよかったみたいなね。書いていったら、じゃあそれを次につなげていけるねみたいな、次はそうしたらうまくいくかもしれないねみたいなね、材料ができるので過程が生きてくるっていうことになります。ということでね、自分自身で何かやる場合は結果だけじゃなくて、ちゃんと過程とかね、どうしてそうなったかみたいなことに意識を向けると再現性が高まって物事がうまくいきやすくなりますよっていう話でした。ちょっと短いね、短いけどたまにはこういう回もいいか。ということで、この話はね、ちょっとでも参考になれば幸いです。この動画がちょっとでもいいなと思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。 SNS なども概要欄に貼ってあるので、ぜひぜひ見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。アンニャでした。バイバイ。